こんにちは、オリーホーンです。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今月は宮城郡木山町にある田口電機工業をご紹介します。一体どんな会社なんでしょうか。早速行ってみましょう。宮城郡木山町にある田口電機工業株式会社。創業63年の歴史を持つ田口電機工業は、その高い技術力で高精度のメッキ加工と表面処理技術を実現。なんとその技術は50種類以上を誇り、業界ではメッキのデパートと呼ばれるほどのものすごい会社なんです。シローズさん、メッキにもいろんな種類があるようですが、そんなに必要なんですか？そうですね、金属にどのような特性を加えたいかによってメッキの種類は違ってきます。大きく分けて3つの種類があります。1つは装飾、物をきれいに見せたりするための装飾性。次に、腐食や錆から守るための耐食性。そして、滑りやすくしたり、硬さを上げたりするための機能性といった3つの種類があります。なるほど、金属や目的に応じて使い分けるってことですね。そうですね。ちなみに我が社で行っている処理の一般的なものがこちらになります。この品物はクロームメッキといって、装飾性、きれいに見せるためのメッキになります。他にも亜鉛メッキといった腐食や錆から守るためのメッキ、他にも金メッキといった携帯電話のコネクターなどに使われる電気導電性を上げるメッキ、他に硬質クロームメッキ、硬さや、滑りやすさを加えるための機能性を加えるメッキがあります。なるほど、そんなにいろんな技術で製品を作るって大変ですね。そこはメッキを専門にしているメーカーですから、それだけの技術は持っていますし、製品にも自信を持っています。シローズさん、かっこいい。私も何かメッキしてもらおうかな。そうですね、ナシジメッキがいいかもしれないですね。ナシジメッキとは、主に金属製品の表面をデザインや艶消しなどの目的でザラザラにする加工のことです。どうしてですか？だってナシジメッキの特性は滑り止めですからね。なるほど、ナシジメッキをしたら私のギャグも滑らない。っていい加減にしなさい。ということで、来週は田口電機工業の優れたメッキ技術についてお送りします。また来週。こんにちは、オリーホーンです。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今週も宮城郡木山町にある田口電機工業にお邪魔しています。今回はメッキがどうやってできるのか、早速見てみましょう。宮城郡木山町にある田口電機工業株式会社。創業63年の歴史を持つ田口電機工業は、その高い技術力で高精度のメッキ加工と表面処理技術を実現。なんとその技術は50種類以上を誇り、業界ではメッキのデパートと呼ばれるほどのものすごい会社なんです。ここがメッキ工場ですね。はい、第一工場では錆を防ぐための亜鉛メッキ、2階では機能メッキといって、硬くしたり摩耗しないようにするための表面処理を行っています。第二工場では電気自動車やハイブリッドカーなどに使われるパワー半導体へのメッキラインがあり、おととし2億円をかけて完成しました。第三工場ではメッキとセラミックスやテフロンなどを複合化した複合メッキラインがあります。しかもこれらの設備はすべて社内のスタッフで作り上げたものばかりなんですよ。メッキする機械もですか？はい。That's すごい。ここでメッキするんですね。はい。メッキする前にまず金属の表面をきれいに必要があって、それがものすごく大切なんです。金属表面の油を取る脱脂工程から始まり、錆を落とす酸洗いなどのたくさんの工程を経て、
赤ちゃんの肌のようにきれいになった金属にメッキをします。メッキが終わると乾燥して仕上がりますが、ここまで来るのに20から30もの工程を経て2時間以上の時間をかけてメッキが出来上がります。なるほど。でもメッキって機械で塗ったりとかしないんですか？メッキの方法はいろいろあるんですが、これは代表的な電気メッキと言います。電気を流すだけで勝手にメッキしちゃうんですか？はい、この電気や金属の性質を利用して電流の量やメッキ液などを調整することで、さまざまな金属にさまざまな厚さのメッキを行うんです。すごいでしょ。素晴らしい。さあ来週はナノテクノロジーを駆使した直径 0.1 ミリの歯車を紹介しますよ。お楽しみに。また来週。こんにちは、オリーホーンです。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今週も宮城郡木山町にある田口電機工業にお邪魔しています。今回はあっと驚くメッキの技術を見せてもらいますよ。創業63年の歴史を持つ田口電機工業株式会社は、その高い技術力で高精度のメッキ加工と表面処理技術を実現。なんとその技術は50種類以上を誇り、業界ではメッキのデパートと呼ばれるほどのものすごい会社なんです。さあ今日はメッキ技術の中でも最先端を行く田口電機工業ならではの技術を紹介してもらおうと思うんですが、何でしょう？はい、これです。どれ？よく見てください。何か見えませんか？ギザギザしたものが。どこに？ではこの顕微鏡で見てください。 OK。 あ、見えた。何これ、信じられないぐらいに小さい。なんとそこにあったのは直径 0.1 ミリの小さな歯車。でも一体どうやって作ったんでしょう？まさに神業ですね。恐れ入ります。でもこんな小さなものをどうやって作るんですか？これは鋳型微細加工といって非常に小さなものづくりを行うナノテクノロジーの最先端技術です。基板の上にレジストといわれるプラスチックを塗り付け、その上に写真の原板を乗せてシンクロトロンの X 線を照射します。焼けたところをエッジング工程で溶けて出来上がった型にメッキを盛り上げ、メッキが出来上がった時点でプラスチックを溶かしてしまいメッキを取り外します。そうやって作ったのがこのギアです。これもメッキの技術が使われているんですね。はい、メッキというローテクの技術とシンクロトロンというハイテクの技術を融合させることで最先端の微細加工を可能にしました。この技術はもう使われているんですか？まだ市場には出回っていない技術です。将来的には医療機器への応用を考えています。水上さん、この先が楽しみですね。はい、自分たちが研究して作り上げたものが製品化され社会の役に立つことが一番の喜びですから、やりがいもあります。さあ来週は平均年齢26歳という若い社員の皆さんの活躍ぶりを紹介しますよ。また来週。こんにちは、オリーホーンです。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今週も宮城郡木山町にある田口電機工業にお邪魔しています。今回はどんな人たちがこのメッキ技術を支えているのか皆さんに話を聞いちゃいますよ。レッツゴー。創業63年の歴史を持つ田口電機工業株式会社は、その高い技術力で高精度のメッキ加工と表面処理技術を実現。なんとその技術は50種類以上を誇り、業界ではメッキのデパートと呼ばれるほどです。しかも従業員の皆さんの平均年齢はなんと26歳なんだって。若いよね。
まずお聞きします。何歳ですか？ I'm 19. 19歳？ところで、ここではどんな仕事？自分は主に入ってきた製品の受け入れ検査やメッキをするためのラッキング作業を行っています。仕事で楽しいことは？難しいメッキをいろいろ考えてして成功した時が一番楽しいし面白みを感じるところです。まずお聞きします。何歳ですか？ I'm 20. 成人おめでとう。ところで、ここではどんな仕事を？主に検査と梱包をやってます。会社の雰囲気は？みんな若いので、この仕事以外の悩みでも気軽に話せて、みんなと楽しくやれるのでいい会社です。仕事で大変なことは？ここで大変なのはやっぱりその異常がものすごく小さかったり色が薄かったりするので見つけることが大変です。お休みの時は何をしていますか？休みの時は自分は運動が好きなのでサッカーなどをしています。仕事で楽しいことは？やっぱり自分の分析結果をもとに良品ができるということは非常に楽しいことだと思います。若い方が多いようですがどうですか？コミュニケーションも取りやすいですし、若い人が多いですけれども自分の意見とかも言いやすい環境になっていると思います。どうです、若い皆さんが自信と誇りを持って仕事を楽しんでいるという感じですよね。それにしてもどうしてこんなに若い方が多いんでしょうね。田口電機工業は未来に向かって技術を磨き夢を叶える会社だからです。なるほど、この先も楽しみですね。ものづくりは楽しい。さて、来週からは伊万里市にある名村造船所をご紹介します。また来週。